この物語はフィクションであるというかこの世の大抵はフィクションである捏造して誇張して都合の悪い部分はきれいに隠すならば上手な嘘をついてほしいのがアイドルファンというものだこの世界において嘘は武器だあい リアルでこの可愛さを拝みたかったクア <laughs> <ー> <laughs> アイドルグループ B コマチの絶対的エース不動のセンター究極美少女の16歳愛結成から4年じわじわと人気を上げてきてメディアの露出も増えてようやく世間に見つかったって感じここからだここから彼女はスターダムへと <noise> なんで患者の病室でアイドルの DVD 流してるんですか常識で考えておかしいでしょう美しいものを見ると健康に良いこんな田舎ではアイドルライブなんてやらんからな医療行為の一環だただの不況活動ですよねうちの病院の公式見解にしないでくださいあそういえば先生さっきツイッターのトレンドにえー 愛の活動をゅうだと本当に信者なんですね16歳でしょその子ロリコンですねそれだけは言うな理由があんだよ理由が俺は研修医やったのもこの病院でなその頃も今みたいによく患者の病室でサボってた働けその時出であった患者の一人が俺の運命を変えたんだ 私の推しはあ愛一択でしょう。私と同い年くらいなのに大人っぽくて歌もダンスも上手いの何より顔がいい生まれ変わったらこの顔がいい何が生まれ変わりだバカなこと言ってんなよ夢がないね先生サリナちゃんも可愛いじゃん生まれ変わる必要なんてない <laughs> 退院したら。 アイドルにでもなればいいそしたら俺が押してやるよ本当<え>先生好き結婚して社会的に死んじゃうから勘弁して、うん、このモラリスト残念だったな16歳になったら真面目に考えてやるよ16か先生意地悪だね現実的なプランだろ 愛系生成・制細防止まだ12歳だった今でも生きてたら愛と同じ16歳彼女が好きだったアイドルとサリナちゃんを重ねて見てたんだろうな彼女が夢見た道を歩くその姿を見届けたいだけなんだよなるほど結果ロリコンってことですね話聞いてた結構感動的なエピソードだったよね